日本兵庫県神戸市中央区、脇浜海岸通り、脇浜海岸通りは、兵庫県神戸市中央区の町名の一つで、区の南東部、東部新都心、八都神戸の西の部分にあたり、東を野田区と接し、南は海に臨む商業、住宅地域である。1から4丁目と丁目のない区域とがある。かつては、神戸製鋼所や川崎製鉄の大工場がある。 臨海部の工業地だったが、阪神大震災以降の再開発で変貌を遂げ、マンションや商業施設、公的機関が街並みを占めるようになった。手前より、国際健康開発センタービル、独立行政法人国際協力機構関西、国際センター、人と、防災未来センター神戸赤十字病院、兵庫県災害医療センターの岐小学校、兵庫県災害医療センター、 赤十字血液センター、神戸防災合同庁舎兵庫県立美術館、国際健康開発センタービル、渚中学校ハット神戸の中心部を東西に、貫くメインストリート、東部新都心東在線神戸防災合同庁舎。この建物内には、神戸地方気象台、防衛省近畿中部防衛局調達部装備課、航空自衛隊、第二補給どころ調達部調達管課神戸、 調達処理班、自衛隊兵庫地方協力本部、動物検疫所神戸支所といった機関が含まれている。神戸成功所本社ビル兵庫県立美術館、芸術の館と海岸渚公園から、東方面の有形渚公園から西側を望む、海沿いに整備された、プロムナード、ハーバーウォーク、渚公園には、1500人収容の円形観客席を持つ、マリンステージ、 芝生広場、震災犠牲者の異例として、約250本のクスノキが植えられた、珍珠の森、三人制のバスケットボール、三ン三のコート二面などがある。また、緊急ヘリポートや緊急貯水槽など港湾部の防災拠点としての機能も兼ね備えている。脇浜海岸通りは、中央クリン海部の最東端、東北東西南西方向に長い形をした、領域で、 東は、野田区のマヤ海岸通り、北東は、野田区の岩屋南町、北は、脇浜町、北西は南本町通り、西は、マサゴ通、南西から、南は、生田川や神戸港の海を挟んで、小野浜町と隣接する。東部新都心、ハット神戸の一部分を構成し、東部は主に各種施設、機関の立ち並ぶ、業務、研究用地、西部は主にハット神戸、 脇の浜などのマンション群の立ち並ぶ住居用地となっている。用途地域としては、東端と西部に第一種住居地域、北東端と北西部に純工業地域があり、中央部北よりは商業地域、東部の海沿いは近隣商業地域に指定されている。脇浜海岸2には1から4丁目と丁目の設定がない部分とが共存していて、どちらもが 住居表示実施済みとなっている。北端を北東から南西へ、阪神高速道路3号神戸線が高架で走っており、唯一これよりも北側に突出した狭い区域には、町名の設定がされず町名のもとに直接、外区符号が付されている。町名のある部分は、南東部が1町目、北東部が2町目、北西部が3町目、南西部が4町目となっている。 主な施設としては、一丁目に、県立美術館、芸術の館、国際健康開発センタービル、兵庫国際プラザ、独立行政法人国際協力機構関西、国際センター、神戸防災共同庁舎、赤十字血液センター、神戸赤十字病院、兵庫県災害医療センター、渚公園、ハーバーウォークが、二丁目には、神戸市立渚中学校、 神戸市立渚小学校、渚学童保育コーナー、神戸成功所本社、ビル、ブルメールハット神戸が、3丁目には、脇の浜地域福祉センターが、4丁目には、脇浜海外公園がある。また、1から2丁目を、暗居の西谷川が流れている。脇浜城1から3丁目の地先の埋め立て地を合わせて、当時の国道2号以難に、脇浜海岸通りという、 当初は神戸市の町名であり、区が設置された昭和6年からは神戸市吹合区に属し、吹合区が幾宅と合併した昭和55年からは神戸市中央区の町名となっている。領域の変遷を見ると昭和3年には埋め立て地62,783平方メートルを昭和47年と昭和49年にはこういう水面埋め立て地を 昭和47年には、わけ浜町1から3丁目、正子通り1から2丁目、南本町通り1から6丁目の各一部を編入している。当初は丁目に分かれてはいなかったが、1990年代後半以降、ハット神戸として再開発が進められた際に住居表示が実施され、1から4丁目及び丁目のない部分とに分かれた。近代以前、 脇浜という地名の由来はビンバ神社のあるビンバ佐里島正木の脇の浜であることによるという。道地は江戸時代には脇浜村と呼ばれ、明治初期に吹合村の一部となり、その後神戸の一部となった。明治40年には神戸港の臨港鉄道である神戸臨港線が開通した。臨海工業地へ後に脇浜海岸通りとなる埋め立て地は複数の業者によって、 段階的に拡張されていったものである。まず明治41年から神戸吹き合港、集築会社が、新生田川合島の正野通り2丁目、脇浜町3丁目地崎の11万平方キロメートル余りを埋め立てて、吹き合港と呼ばれる船だめを、築造、2年後の明治43年に完成させた。大正4年には、川崎造船所が吹き合港湾埋め立て地の東側、 脇浜町三丁目地崎の海面約5万7千平方メートルを西板工場の用地として埋め立てを始めた。同時に神戸成功所もその東側脇浜町2から三丁目地崎の海面13万千平方キロメートルを脇浜工場の用地として埋め立てに着手。3年後の大正7年、両社とも竣工して創業を開始した。大正10年、 脇浜町1から3丁目の地先の当時の国道2号以南の埋め立て地を合わせて脇浜海岸2が誕生した。昭和元年、日本エアーブレーキの本社と神戸工場が脇浜町1丁目から移転、同工場では鉄道車両用エアーブレーキ装置が製造されていた。以前の脇浜海岸通りはこのように大規模工場の存在する工場地帯であった。 再開発、脇浜海岸2に広がっていた神戸成功所や川崎製鉄の巨大な工場の敷地は平成7年に発生した阪神、淡路大震災以後、有給地となり、一帯は震災復興のシンボルプロジェクトとして位置づけられた東部新都心、ハット神戸としての再開発が進められることとなった。ハット神戸は平成8年6月に着工。 平成10年3月に町開きを行い、土地区画整理事業が進められて、この頃に、脇浜海岸2の1から4丁目が分けられた。平成10年には、ナブコ神戸工場が、平成13年には、ナブコ本社及び、本社事務所も西区へそれぞれ移転。また、かつて工場や神戸港を結んでいた神戸臨港線も、平成15年に廃線となり、跡地は、 名田駅周辺とハット神戸とを結ぶ遊歩道、指導林行線に転用された。再開発によって町内の風景は一変。県営、市営、UR 都市機構の計18棟からなる3000人近くの暮らす、災害復興住宅団地、ハット神戸、脇の浜や海沿いの分譲マンション、神戸海岸通り、ハーバーフラッツなどの高層住宅が3から4丁目に、 林立するようになった。入居者の児童のために、平成10年には、神戸市立なぎさ中学校が、平成12年には、神戸市立なぎさ小学校が開校した。1から2丁目は、業務、研究用地として開発され、平成13年開業のショッピングセンター、ブルメールハット、神戸などの商業施設のほか、平成10年に、風健康開発総合研究センター、 平成13年に、在家国際兵庫センター。平成14年に人と、防災未来センター。平成15年に、神戸赤十字病院、兵庫県災害医療センター。神戸防災合同庁舎。日赤兵庫県支部、血液センター合同庁舎。平成16年に、兵庫県心のケアセンター。平成24年に、兵庫県立美術館と公的機関、施設が、 相次いで設けられた。平成25年には、神戸成功グループ13社、団体が入居する神戸成功所本社ビルが竣工した。このようにして、新しいウォーターフロントの街並みがここに出現した。しかし入居から15年を経た、復興住宅では超高齢化が問題となっており、ハット神戸、脇の浜全体の高齢者率は、平成22年時点で40%、 1.2階に介護老人福祉施設が入る6番館に至っては85%に達している。ありがとうございます。